ちょっと席を外してたので、スクリーンセーバーで桜が大量に発生してますね。これ桜以外の時もあんのかな、時々見るけどね、これね。よし、戦闘が終わった後だな。ふう、今日は新人が来たり戦闘があったりと大変な一日だったな。いや、帝国歌劇団で戦っているとそういうこともあるんだろうな。イベントがあって敵も出てきてみたいな。ノックの音が聞こえましたね。誰か来たみたいだ。桜ですけど、大神さんよろしいですか？桜くんか。鍵はかかってないから中に入って。それじゃあお邪魔します。大神はどこに座ってんのかってちょっと想像しながら見るとね、また楽しいよね。今日はお疲れ様、何か用かい？レニの歓迎会のことなんですけど。そうだね、途中でダメになっちゃったのね。国旗会が出現したので途中で中断してしまいましたよね。ですからサロンで歓迎会の続きをやろうと思うんです。ああ、いいね。それで大神さんにも来ていただこうと思って呼びに来たんです。叫んじゃないね。行きましょう行きましょう。よし行こう。確かにあれで歓迎会が終わりではかわいそうだ。はい、やっぱりきちんと歓迎会をしてあげたいですよね。それじゃあ行きましょう。みんなもう集まってますから。うん、みんないるね。いや、お待たせ。それじゃあ歓迎会の続きをやろうか。ちょっと簡素な感じだな。うん、アイリス、お菓子持ってきたんだ。あ、これってフランスのリンツのビスケットですね。いただきます。リンツのビスケット、ねえねえ、レニも食べてよ。どう？おいしい？栄養価が低い。レニらしい答えだな。アイリス、このお菓子どうしたの？実家からかな。あのね、パパからお手紙と一緒に届いたの。あ、やっぱそうか。フランスのご両親から送ってもらったのね。珍しいお菓子だと思ったわ。うん、アイリスね、パパ大好きなんだもん。うん、そっか。織姫からするとパパの存在っていうのはちょっと複雑だよね。よかったね、アイリス。手紙だけでなくお菓子まで送ってもらって。うん、アイリス、パパのお手紙読むとすっごく元気になるの。きっとアイリスのパパもアイリスからのお手紙を待ってるわよ。うん、アイリスもパパにお手紙書かなきゃ。まったくさっきからパパパパってバカみたい。え？織姫さん？うん。織姫くん。どうして怒ってるんだい？さっきまでは機嫌が良かったのに。別に私は怒ってなんかいませんけど、それに私の機嫌のことを少尉さんにあれこれ言われたくないです。織姫くん、織姫さん、一体急にどうしたんですか？別に何でもないです。ただ父親の手紙ぐらいで大喜びするなんておかしいと思っただけです。別にいいでしょ、アイリス、パパのお手紙ずっと待ってたんだから。アイリスって子供扱いされるのが嫌いなんでしょ？いい加減親離れをした方がいいと思いますけど。だってアイリス、パパとママと一緒にいたいんだもん。うん、そうだね、アイリスは感情がコントロールできなくなるとこうなるね。霊力が制御できなくなるんだな。うわあ。何これ、いけない、アイリスの力が。アイリス落ち着くんだ。アイリスの気持ちも知らないくせに織姫なんか大嫌い。うわあ。ますます歓迎会がねはちゃめちゃになってしまいましたね。大神さん大丈夫ですか？ああ大丈夫だ。
アイリスは一人で飛び出していきました。さっきの一体何ですか？霊力で、しかもかなり高レベルの。ええ、その通りです。私たちが後部を動かす元になる力。アイリスは感情が高ぶるとその霊力をコントロールできなくなるんです。花組は全員霊力を持っている。それが常人よりも圧倒的に強い力だけれども、アイリスはさらにそれがひときわ強い。それがどうしても抑えられなくなってっていうのが一番霊力の強い彼女の特徴であるよね。前にも浅草の街でこんなことがありました。このセリフは1のデータと連動している時だけかな。大神さん、アイリスを探しに行きましょう。そうだね、きっと劇場のどこかにいるはずです。うん、ちょっと一声かけるか。乃姫くん、どうしたんだ？アイリスの話を聞いてから少しおかしいぞ。私別に間違ったことを言ったとは思ってませんけど。人にはそれぞれ事情がある。アイリスだって例外じゃない。翔医さんこそ知ったような口を聞かないでください。もう付き合ってられません。あ、織姫さん、これももしかしたら信頼度の音が下がってるけれども、隠し信頼度である織姫ポイントに影響があるかもしれませんね。ちょっと今は見ないで後で見ることにしましょうか。大神さん、アイリスをお願いします。劇場のどこかにいるはずですから。わかった。じゃあちょっとテラス行ってみますか。ん？レニか。こんなところで何をしてるんだろう。声かけましょう。誰出してもいいけどね。誰出すればよかったな。ナンパゲージ上がったんだろうな。投げられた。うわあ。後ろに立つなって怒ったな。ダダ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 。隊長？レニー、いきなり投げ飛ばさなくてもいいじゃないか。僕の背後から近づかない方がいいよ。体が勝手に動いて投げ飛ばしてしまうから。正しい体が勝手にの使い方、これですよね、きっと。はあ。もう戦闘の訓練を完全にされてますからね、レニーは。あ、レニー行ってしまったか。それにしてもあんなに簡単に投げ飛ばされるとは。レニー一体どこであんな技を覚えたんだろう。うん、星組としてそういう力を鍛えられているんでしょうね、きっと。あれ、織姫くんじゃないか。アイリスを怒らせてしまった本人ですよね。衣装部屋から出てきてどうしたんだろう。なんかちょっと心配そうな顔してるね。いや、織姫くん。キャッ。なんだ、翔医さんですか。驚かさないでください。織姫くん、こんなところで何をしてたんだい。もしかしてアイリスを探してたのかい。違います。それじゃあ何をしてたんだい。私が何をしてようと翔医さんには関係ありません。これもおそらく音は下がるけど織姫ポイントは上がるんだろうね。隠し信頼度が。余計なことを言ってないで、翔医さんこそアイリスを探したらどうですか。確かにこうしてる暇があったらアイリスを探した方が良さそうだ。それにしても織姫くん、本当に何をしてたんだろう。アイリスを探してたんでしょう。根は優しい子だからね。あ、すごい、花瓶や椅子がちゃんと片付いている。さくらくんがやってくれたんだろう。アイリスが戻ってきた様子もなさそうだな。他の部屋に行ってみるか。ちょっとじゃあマリアに通信してみるか。あ、隊長、おはようございます。ニューヨークは今朝なんだな。やあマリア、わざわざニューヨークまで通信をかけてくれてありがとうございます。それじゃあ少しお話ししましょうか。
しかし、こんな時間におはようございますは変じゃないか？テイトとニューヨークは時差が10時間あるんです。今、テイトは夜でしょうが、ニューヨークは朝なんですよ。なるほど。あんた、海軍で散々回ってんだからわかるでしょう。なるほどじゃないでしょう、時差のことなんて。体調何かあったんですか？そうなんだよ。心なしか表情が曇りがちなように見えるんですが、マリアはお見通しなんだな。実はアイリスが興奮してサロンをめちゃくちゃにしてしまってね。その後どこかに隠れちゃって今探してるところなんだ。何ですって？それでは私なんかとのんびり通信をしてる場合じゃないじゃないの。いや、違うのよ。相談しようと思って、マリアに相談しようと思ったんだけど、隊長しっかりしてください。アイリスは隊長の助けを待ってるんです。ああ、そうか。隊長、アイリスのところに行ってあげてください。さあ、早く。わかった。ああ、怒られちゃった。そんなつもりじゃなかったのにな。ごめん。なんか、そう言われると、ちょっと通信してる場合じゃない感じになっちゃうな。ああ、さくら、多分心配してんだな。大神さん、アイリスは見つかりました？いやー、まだ見つからない。そうですか。アイリス、急にどうしたんでしょう。確かに織姫さんは言い過ぎだと思いますけど、アイリスがあんなに感情を爆発させるなんて珍しいですよね。待てよ、そういえば戦いの後、アイリスなんだか元気がなかったな。あ、思い出した。急に一人で帰還しちゃった時のことですね。助かった親子連れの市民を見て、急に元気がなくなったんですよね。もしかしたら、そのことと何か関係があるかもしれないな。さすがは大神さんですね。そんな小さなことにまで気がつくなんて。いや、これはまだ推測に過ぎない。とにかくアイリスと話をしてみないことには始まらないよ。はい、それじゃあ私ももう少し探してみます。米田支配人まだ起きてるかな。支配人の寝床ってどこにあるんだろう。支配人室見る限りわかんないもんな。米田支配人いらっしゃいますか？大神ですが。おう、大神か。鍵なら開いてるぜ。勝手に入ってきな。はい、失礼します。酒飲んでるね。どうだ大神、まずは一杯。あ、ありがとうございます。しかし今はちょっと急いでおりまして。ん？もしかしてアイリスのことか？え、どうしてわかったんですか？あんなに派手に騒いでりゃ、まあ確かにな。どんなに間抜けたやつでも気がつくぜ。お騒がせして申し訳ありません。昼間はあんなに明るかったアイリスはどうしてあんなことに。大神、外面が明るいからといって心まで明るいとは限らねえぜ。深いこと言うね、支配人。昼間どうしてアイリスがお前にあんなに甘えたりしたのか。戦闘の後、親子連れを見てどうして急に元気がなくなったのか。そしてお前がアイリスにどう対応すべきなのか、よく考えてみるんだな。はい。ほら、話を聞いたらとっととアイリスを探しに行かんか。アイリスはお前が来るのをきっとどこかで待ってるんだからよ。はい、わかりました。うん、支配人はやっぱりみんなのことをよくわかってるんだろうね。大神さん。ん？新人のサキ君ですね。ええ、なんとか足首の痛みも引いてきたわ。何もしてないんだけどな。アイリスがいなくなって大変な時に不真面目すぎです。お邪魔して失礼しました。私部屋に帰ります。さくら君、待ってくれ。話を聞いてくれ。海はいいなぁ。かき割りだけど。そうか、ここで初登場なのか。やう、大神。友達がいのないやつだなぁ。海軍士官学校でお前と席を並べたこの香山雄一を忘れたのか。大神、屋根裏部屋へ行ってみよう。お前の探しているものがきっとそこにあるだろう。
あ、さくらくん、さっきのこと怒ってるのかい？いえ、別に。じゃあ、失礼します。あ。引き止めるだったかな。さくらくん、ドア越しでもいい。話を聞いてくれ。あ、思ったより誠実な話し方だったな。道具部屋でさきくんと話してたのは、さきくんと相談をされたからなんだ。相談内容を言うわけにはいかないけど、やましいことじゃない。その後さきくんが転んでしまったので、ついていてあげたんだ。その何もなかったんだ。それは信じてくれ。ええ、分かってます。大神さんは真面目ですから。あーあー、さくらのこういうとこ好き。天宮さくらもそうだけどな。こうドアを挟んで置けば素直な気持ちをこうやって喋られるっていうのはね、いいよね。でも私まだ素直に笑えそうにないんです、さくらくん。だからドアを開けません。ごめんなさい、大神さん。でも明日になればきっと笑って会えると思いますから。この完全に拗ねて全く口を聞かないんじゃなくてね、ドアを挟んでさえいればこうやって言葉を交わしてくれるってあたりが彼女のいいとこですよね。大神とのその信頼関係もあってこそだと思うしね。わかった。じゃあ俺は行くよ。また明日、さくらくん。はい、すみません、大神さん。お、あそこにレニがいるぞ。おい、レニ何してるんだい？隊長か。アイゼンクライトの点検だよ。おお、そうか、今コーランいねえもんな。整備班はいるだろうけど。そうか、昼間の戦闘が終わった後の点検というわけか。ずいぶん念入りにやってたようだな。レニもそういうの見れるんだろうね。レニ、邪魔しないか。なんか真剣にやってそうだもんね。それじゃあごゆっくり。一人の方が落ち着くんだろ。お、なんかこの段階のレニでこうやって笑顔を見せてくれるのは嬉しいね。そうだね、点検が残ってるから僕行くよ。さて、俺もアイリスを探しに行くか。お、なんか、お、うん、マルチ通信みたいな感じか。けどうちはやな。あれ、スミレくんじゃないか。あ、大神はん、今スミレはんと話をしとったとこや。ちょうどええ、3人で話をしようか。今ちょうどコーランと花組のお話をしてたんですのよ。今日ウグイス谷で高機械中やつらと戦ったそうやないか。あ、もう情報がそこまで行き渡ってんだね。連中と戦ってみて大神はんどないやった？まあ苦戦はしなかったよな。意外に楽勝だったよ。新人隊員の礼儀も頑張ってくれたし。そうか、それは頼もしいな。ちょっと心配しとったんやけど、それなら安心やな。でもなんだか私たち抜きで楽勝なんてつまらないですわね。あー、スミレらしいこと言うね。まあまあ、スミレハン結果的に勝ったんやし、よかったやないか。とにかくうちもスミレハンも帝劇に戻るまではもう少し時間がかかりそうやから、その間は大神ハンよろしく頼むで。少尉、私の帰りを楽しみにしててくださいな。あ、そうするよ。それでは少尉、コーラン、私そろそろ失礼いたしますわ。こうか、ほんならまたな。うちもまだちょっと仕事が残ってるさかい、そろそろ失礼するわ。スミレとコーランがこうやって通信してるんだね。そうか、頑張れよコーラン。おやすみなさい。こう、機械か、気になる相手だ。確かにな、情報がない状態だからな。23時。しまった、もうこんな時間か。こうしている場合じゃない、アイリスを探さないと。うん、いたね。あ、アイリスがいた。1時間もここにいたってことだもんな。アイリスずっとこんなところにいると風邪をひいちゃうぞ。屋根裏って寒いだろうな。あ、お兄ちゃん、お兄ちゃん、アイリスを探しに来てくれたの？あ、ちょっと遅れちゃったけどね。うん、アイリス来てくれただけで嬉しいよ。ごめんね、お兄ちゃん。
せっかくのレギの歓迎会めちゃくちゃにしちゃった。まあアイリスにはアイリスの事情があるだろうしな。大丈夫だよアイリス、レギはきっと気にしてないから。織姫くんも随分ひどいことを言ってたけど、悪気があって言ったわけじゃないと思うんだ。許してやってくれよ。うん、アイリスもちょっと怒りすぎたかなって思ってたんだ。こういうところ大人だよな。そうか、もうこんな時間だ。さあ部屋に帰ろう。うん、そうだアイリス、パパとママに手紙を書かなくっちゃ。え、今から書くのかい。今日はもう寝た方がいいんじゃないのか。いや今日書きたいんだもん。そうだ、お兄ちゃんもパパとママにお手紙書いてよ。ちょっと待った、俺はフランス語なんて書けないぞ。あなた後にフランスに留学しますよ。大丈夫、お兄ちゃんは書きたいことをアイリスに言って。そしたらアイリスいかがでしょうか。私は大神一郎、まあアイリスはいつも恋人って言ってくれてるからな。アイリスの恋人です。キャハ、お兄ちゃん大胆だね。不自然だもんね。